はいどうも、GoGoTV ゴーゴーの Go です。今回は、えー、こちらですね。お宝いっぱい宝箱っていうことで、まあ中に何が入ってるかわからないものなんですけど、まあなんか、お店の、その、書いてある、まあこんなん入ってますよっていうのを見たら、えっ、ー、と Wii とか DS のソフトが入ってるって書いてありましたね。はい。<laughs> Wii ですよ、Wii。Wii U じゃなくて Wii って書いてあったんで、まあ本当に Wii なのか、で、まあ DS に関しても 3DS じゃなくて本当に DS なのかちょっとわからないんですけど、 まあそういうものも入ってますしまああと他まあいろんなおもちゃみたいなのが入ってるみたいなこと書いてあったんでまあちょっとこういうのやってみたかったんでまあこれ上げてみたいと思いますやっぱりユーチューバーになってまあ、一番こうやってみたかった企画っていうのは、えー、まあこういうものですね何が出るかわからないっていう、まあ、こういうものをやってみたかったっすですでまああと一つえっ、ー、と本日は12月31日なんですけどまああの他のユーチューバーの方とかならあのまああの この2016年の振り返りみたいなのにあるんですけど僕も今年デビューしたんでちょっと軽く今年の振り返りというか今まで見てくださった皆様とかチャンネル登録していただいている方とか高評価とか低評価とか押していただいて自分の動画を評価していただいている方への感謝の気持ちなんかも一番最後に伝えていければいいかなと思っております、はい、ではこちらも非常に楽しみなんでこちら早速開けていきたいと思います はい。えー、これちなみにあの、この振っても、そんなにガシャガシャ音なりませんし、一応まあ結構いっぱいあったんですけど、あの、重からず軽からずのまあ、中くらいぐらいの重さのやつをまあ、2つ買ってきた感じですね。で、ちなみに1個、えっ、ー、と、430円だったかな。税込み430円で、2個で860円ですね。はい。では、え、早速、開けていきたいと思います。はい。ではもうこの紙、いきましょう。もうビリッといっちゃいましょうね。もうワイルドに。では、いきますよ。 <laughs> はい。ああ、こんな感じで <laughs> なるほど。とりあえずは、こんな感じになってみるみたいですね。箱。じゃあ、こっちも、もう行きましょう。ああ、なるほど。<laughs> なるほど。どっちも一緒っすね。もう、うまいでおいます、ね。はい、こんな感じですね。はい。では、えー、こんな感じなので、もう早速、開いていきたいと思います。はい。では、この右側のやつから行きましょうね。 では、オープン。さあ、何が、お <laughs> なんか、あれですよ。タオルお,ーお,ーおータオルじゃないですね。妖怪ウォッチのふんわりポーチだにゃんって書いてありますね。コマさん、あ、これいいんじゃないですか。<laughs> これは良さそうですね。ポーチ。ちょうどなんか、あの、親戚のおじさんところの子供がなんか今、妖怪ウォッチにハマってるって言ってたんで、 まあちょうど多分明日行くと思うんで、あのせっかくなんで渡してみたいと思います。はい。これいいですね。で、あともう一つが、これですね。スタンプほっぺちゃん。宝富って書いてありますね。<laughs> ミニプチセットイベントスタンプ。おー、なるほど。スタンプセットですね。はい。が入っておりました。お結構、なんかこれ300、 もう帰るんかなちょっと後で QR コードでピッてやってみたいと思います <laughs>。QR コードじゃないや。バーコードでちょっとピッてやってみたいと思います。では、二つ目。二つ目は、一緒はやめてくれよお。おー。ダンボール記聞いたことありますね。ダンボール戦記すっげえ、無理やり入れてますけど <laughs>。めちゃめちゃ無理やり入れてますけどね、これ <laughs>。はぁ。ダンボール戦記 フィギュアセットなんていうかな僕あんまり知らないですけどねカスタムビルドで君だけの何ていうかな LBX でいいんかなを作り出すめちゃめちゃ無理やり入ってるんで曲がっちゃってますけどね <laughs> こんな感じですね組み合わせは無限大へーなるほど <laughs> でも結構多分これ 多分430円で買えんのじゃなないいかなと思いますちょっとあのバーコードで調べてみたいと思いますはい、えー、バーコードを読み込んで、まあ、ちょっと値段の方を調べてみました、えー、一応まあ,あの値段の方の参考は、まあ、Amazon さんの方でまあ参考にさせていただいてるんですけど一応こちらの段ボール戦機のえっ、ー、の LBX ハンターと LBX ジョーカーのフィギュアは799円でこちらの妖怪ウォッチの、えー、コマさんのポーチが、えー、778円 で、こちらのスタンプほっぺちゃん、ミニプチセットの方が154円で、まあ合計1731円相当のものが入っておりまして、で、まあそこから860円引いて871円のプラスになっておりますね。はい。一応まあ損はしてないみたいです <laughs>。まあ一応そんな感じみたいです <laughs>。一応損はしないみたいですね。まあ大体その倍ぐらいの値段のものは入ってるみたいな感じになっておりますね。 はい、まだあのまたちょっとこちら買ってきた店行ってあればなんかもうあと23個ぐらい買ってきて紹介してみたいかなと思いますまああの個人的にはなんか仮面ライダー系のおもちゃとか入ってればあレビューとかできるなと思ったんですけどちょっとこちら知識が全くありませんし <laughs> これに関してもまあちょっとどうしようかなって感じなんでまああのこちらの2つはまあいとこに、まあ、ちょうどこれぐらいが好きな年齢な年なんで、まあ、いとこの方にあげたいと思います でこちらは、まあ、あのまたあの僕の売ってきた動画みたいなやつ撮る時まで撮っておいて、まあ、ちょっとここ箱へこんでるんですけどここをなんとかちょっと戻してあのへこんでるというか、まあ、こう後ついちゃってるんですけどなんとか戻してあのまた売ってきた動画みたいな感じの時にこちらえ売ってきて、まあ、いくらするのかちょっと確認してみたいと思いますはいというような感じで今回は、えーまあ、YouTube 始めてからずっとやってみたかった、まあ、こういった何が出るかわからない、まあ、箱 まあ今回はまあ宝箱っていうまあ名前の商品名でしたけど、まあ、こういうのをやってまいりました、まあ、ちょっとこういうあの何が出るかわからないゲーム時のドキドキ感とかほんとたまらないですし、まあ、ちょっとあの僕リアクション取るのがあんまり得意じゃなくてなんかあの反応薄いなと思われたかもしれないですけどあやっぱこういうのもなんかちょっとしっかりこうリアクション取れるような感じであの成長していきたいなっていう思いはすごいありますんで、まあ、またあのこういうのあればなんか買ってきてこう開封していきたいなっていう思いはすごいあります はいではここから先は2016年の振り返りをしていきたいと思うんですけど、まあ、2016年の振り返りとはいっても、まあ、僕自体がチャンネル立ち上げたのが5月の初めにチャンネル立ち上げて、まあ、本格的に動画投稿して出したのが、えっと、5月の半ばに無言の動画でモネの池の様子を撮ったっていうのを一番初めに投稿して、まあ、その次の動画で本格的に声出しして、まあ、YouTuber としての活動が始まったんですね確かガロのエナジードリンク飲んでみたっていう動画が一番 初めかなあの本格的に声出ししだしたそれが一番初めだと思いますでまあそこからいろいろまあ探り探りやってきてまあ、今に至るって感じなんですけどまあ一応今年の2016年どうだったかって聞かれると、まあ、トレジャーの探り探りな1年でしたっていうのが、まあ、一番的一番印象的な感じかなっては思いますまあもともと仮面ライダー系の玩具は YouTube 始める前からまあ、YouTube 始めたら、まあ、紹介していきたいなって思ってたんでまああの 一応まあメインはガングレビューアーっていうまあそういうくぐりになるかなとは思うんですけど一応あの個人的にはまあ主にガングレビューアーではあるけどまあ他のまあガングレビュー以外のこともいろいろやってみたいことはあるんでまあちょっと今年あの全然そういったことがやれてないというような気がするんでまあ来年はそのガングレビュー以外にもなんか他のこともいろいろやっていけるようなそんなチャンネルにしていきたいなと思います。まあ,あの仮面ライダー系のガングを紹介するってことはまあぶれずに。 まあその中でまあ他の違ったジャンルのことにも手出してまあいけたらいいかなっていう思いはありますんで、まあ、あの2017年はまああのいろんなことに挑戦していけるようなチャンネル作りをしていきたいなと思いますあのしっかりと仮面ライダー系の玩具の,の方を見てあのチャンネル登録していただいた方とかにもまあ不満がないような感じのチャンネルにはしていきますんで、まあ、そこら辺はあのちゃんと自分も理解してますんで あのそういうところはおろそかにしないようにちゃんと頑張っていきますんでよろしくお願いいたします。でまあ,あの一番最後になりましたけどチャンネル登録していただいている方や、まあ、あの僕の動画に高評価とか低評価とか教えていただいている、まあ、そういった評価していただいている方には本当にあの感謝しておりますし、まあ、自分自身もあのしっかりと編集技術なんかも上げていってあの皆さんに楽しんでいただけるような動画を作っていきたいなっていう、まあ、思いはありますんで、まあ、あのこれから あのしっかりと成長して、まあ、しっかり勉強して成長して、まあ、皆さんに楽しんでいただけるような動画を作っていきたいと思っていますので、えー、2017年も Go の GoGoTV をよろしくお願いいたします。では、えー、今回もご視聴ありがとうございました。皆さん良いよお年を